松山千春、松山千春、松山千春、1955年12月16日体は、日本の男性フォークシンガー。北海道アショロ郡アショロ町出身。身長170センチメートル、体重55キログラム、血液型は、大型。伊て座。主な代表曲に、大空と大地の中で、季節の中で、長い夜、君を忘れないなどがある。 北海道アショロ郡アショロ町出身。北海道アショロ高等学校卒業。1975年に全国フォーク音楽祭の北海道大会に出場するも落選。1976年に STB ラジオの武田、健治ディレクターに見出され、同局のサンデージャンボスペシャル内の15分コーナー、千春の一人歌でメディアデビュー。 1977年1月25日、旅立ちで、レコードデビューを果たすが、同年8月27日、二人三脚で歩んできた、武田が急性心不全のため36歳で急性し、一時失意に陥る。しかし、これが契機となり、同年10月には、個人事務所として、オフィスパンタ、現在のオフィス元気が設立され、 正式な法人設立は1978年1月17日、松山をバックアップすることになる。1977年10月には、オールナイト日本水曜2部のパーソナリティに起用され、全国区の人気になった。これに伴い、サンデージャンボスペシャルからは降板した。1978年4月には、月曜1部に昇格し、 全国区の知名度をさらに得るようになる。同年に発売したシングル、季節の中で、が大ヒットしたことで一気にスターダムを駆け上り、以後も多数のヒット曲を出し、ニューミュージック界で格好たる地位を築くに至った。1980年3月3日、清須国吉と香川亮と共にニュースレコードを設立。1982年7月24日には、札幌、 マコマ内屋外競技場にて5万人コンサート、大いなる愛を夢を82を開催。1984年には、俺たち表金属内の竹ちゃんマンに使用されたびっくり箱の歌の作詞、作曲を手掛けた。1985年、ニュースレコード事業解散。それに伴い、レコード会社をアルファレコードに移籍した。同年の12月に結婚し、一時、 長女を設ける。1992年、日本コロンビアに移籍。2007年には、コンサート公演回数が2000回に達した。北海道夕張郡栗山町出身の父、松山明と地元出身の母、三代子の次男、第四子として、アショロに生まれる。チハルという名前は、松山の生まれた年に、オリンピックで優勝したスキー選手、イガヤチハルあやかって、 父親が名付けたもの。姉、弟の三人兄弟。長子は、創生、長兄も、肺炎のため三歳で創生している。生後間もなく、股関節脱臼と診断され、札幌の北海道大学附属病院に、半年間入院。この時に、父、名は入院記念室のため多額の借金を背負うことになり、その後の返済が家計を圧迫。 このことが幼少期の人格形成に大きく影響を及ぼしている。その後、アショロ西小学校を経て、アショロ中学校に入学。フォークソングとの出会いは小学校5年生。姉の影響で、ピーター・ポールマリーや、ジョーン・バイズ、ブラザース・フォア等を知る。翌年、幼馴染の紹介で知った、岡林信康が、アショロで弾き語りのコンサートを開き、聞きに行った松山に、 強烈なメッセージを与えたことに始まる。父、名は、1954年に、アショロ町でたった一人で、循環し、都価値新聞を創刊し主筆を務めた人物、なお同志は1984年に休刊した。しかし経営、イコール家系は苦しく、特に1965年には、当時のアショロ町長の不正を紙面で取り上げたことで、裁判沙汰となり、 町長からの圧力で高読者数が大きく減少し、松山も納豆売りをして生活費を稼がねばならないところまで追い込まれた。な子の裁判は1969年に、十勝新聞側の勝訴で終わっている。アショロ高校では、卒業時に主席となるなど成績は優秀で、担任からは大学進学を勧められていたが、このような苦しい家計を踏まえ、早く働いて、 父を助けたいとの考えから大学進学を断念している。高校時代はバスケットボール部に所属しており、当時は十勝地区でシュートの鬼の異名を取ったという。練習ではフリースローを75回連続で成功させたこともある。しかし当時の十勝地区では帯広白洋高校が圧倒的な力を持つ競合として立ちはだかっていたため、阿蘇ロ高校はいつも地区2位で 全道大会進出が叶わなかった。高校卒業後は、北見市に出て、おじが経営する小料理屋の手伝いとクラブ、ストリップショーも、兼業のバーテケ検証明係を行いながら、おじから、下宿提供等の援助を受け普通自動車免許を取得。さらに合間を見て、作詞、作曲を行う。その後一時足おろに戻り、父親の仕事を手伝いながら、ホーク音楽祭に応募。 生涯の死と仰ぐ武田健二と出会うことになる。1995年11月に父、名が、他界。1998年4月には姉ががんで他界している。高音でソウルフルな歌唱法とコード進行の単純な楽曲は素人でも真似が容易なため、多くの芸能人がモノマネのレパートリーにしている。好きなテレビ番組は NHK 総合テレビ。 爆笑オンエアバトルで NHK の深夜にやっている玉を転がす。お笑い番組が好きとある番組でコメントしている。テレビ出演を出るもんじゃなくて見るものだからという理由で拒否していたが、あなたにはたくさん届いた番組出演のリクエストのハガキに何か答えなければならないはずというプロデューサーでシマルセン一郎の言葉に感銘を受け、TBS 系ザ。 ベスト10の出演を承諾。デビュー以来、テレビに初めて出演。その後、同番組には3回の出演を果たした。かつては滅多にテレビに出ないことを売りにしている側面もあったが、30歳になった1985年頃を、境に一転して、バラエティや音楽番組、ニュース、ドラマ等にも頻繁に出演する様になった。また、 関西テレビ富士テレビ系列のスマップスマップに出演した際、松山が生きている限りは自分以上に歌が上手い歌手は出てこないと自分の歌唱力に相当な自信を見せるコメントをしこともある。メディア出演を解禁した後も NHK、NHK NH 紅白歌合戦には鳥なら出るとして出場を辞退し続けている。一方、同じく NHK で放送されている NHK の ジ自慢にも出演していなかったが、こちらは2015年9月6日と2018年8月5日の放送に出演した。毒舌キャラで知られる、地元愛が強く、北海道を愛する、フォークシンガーであるというポリシーを持つ。牛肉偽装問題が発覚して、大きな騒動を巻き起こした際には北海道、北の食大使、牛肉大使に任命され、 牛肉の PR で全国を飛び回っていた。スキージャンプの大ファンであり、かつて全日本ジャンプチームに大量の牛肉を差し入れていたほか、ジャンプチームの応援家として空から翼を広げてを制作した。歌手として売れるようになってからもしばらく、アショロの実家で生活していたが、現在は普段の生活拠点を札幌に移しており、 コンサートで全国を回る際はいつも新千歳空港から出発している。このため北海道民は空港のロビーでたびたび目撃している。特に変装することもなく、取り巻きが怖い人ということもなく、大抵はマネージャーと思われる人物が一名いる。札幌に生活拠点を移した後もアショロの実家は大事であると考えており、実家のガレージには 本人の似顔絵が飾られている。本人は、函館や稚内といった外れといった場所でも、構わないので、北海道に住み続けたいと語っている。長らく自由民主党北海道連、青年部名誉会長を務め、鈴木宗男や赤石康氏らの支援を行ってきたが、鈴木の離島に伴い自らも離島し、名誉会長職を辞任。鈴木と共に、地域政党新党大地を決闘した。 新東大地の名付け親は松山であり、大空と大地の中で、着歌フルゴールド認定、日本レコード協会は、新東大地のテーマ曲である。同学年であり、芸歴では一年後輩のサザンオールスターズの桑田、圭介とはかつては、一緒に野球をやっていた中であった。現在も、桑田は、松山の才能を認めており、桑田圭介の優しいお遊びの企画、 桑田圭介が選ぶ2014方角ベスト20では、歩き出してくれないかを1位にしている。これについて松山は自身以上に、アレンジャーの夏目一郎が喜んでいたことを明かし、桑田も、俺の曲を聴いてくれていたんだなとしみちみ語り、自身も、桑田の曲を聴いていることを述べている。2017年8月20日、登場した、全日空1142便、札幌、 新千歳空港発大阪、伊丹空港行きの機内で、客室乗務員に U ターンラッシュによる保安検査場の混雑による出発の遅れでみんなイライラていますと申し出て、機長の許可を得て機内放送用のマイクで大空と大地の中でを歌った。全日空の広報担当者は、松山さんの行為に感謝したい。としている。2007年2月12日夜、 京都市下京区の指定暴力団合図小手使いの図、腰としつぐ会長就任10周年記念パーティーに招かれ、その場で3曲歌っていたことが京都府警の調べで判明した。この報道を受け、札幌テレビ放送は、同年2月18日に予定していた特別番組、松山千春30年目の旅立ちの同日の放送を中止し、1976年以来、 レギュラー番組を持ち続けてきた同局ラジオでは、松山千春季節の旅人が放送を打ち切りとなった。その後、松山千春の ON ザラジオを f m ファイ5から購入する形で放送を再開した。レギュラー番組のミキサイ、単発番組は除く。レギュラー番組のミキサイ、単発番組は除く。二千八年十一月十二日より、北海道にて、 先行上映され、以降全国へ公開された。配給は、プラスミック CFP。主題歌は、松山千春の我が家。監督は、今井和久。脚本は、鴨野義信。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。